はい、超降臨。ガシャが来たんで引こうと思います。SR 以上確定。開催期間。2016年12月9日18時から12月13日23時59分。で、ついに、第3の爆弾、バイツァダスト。キラヨシカゲが登場。これが超降臨限定ユニット。限定ですね。うん。限定に買いました。言ったの。コマンドスキルがなんか癖があるんですけど、ダメージ。だいたい表記しちゃうのこれ、コマンドスキルレベル1の時ですよね。で、アビリティが強いですよね。ラウンド中2回までコマンドスキル使用時に、アタックが 1.5 倍になり、過去重ね掛け可能、スキルゲージ 30% 増加。まあ、リーダースキルもあるんですけど、まあ、HP が増える。はい。で、まあ、いつも通りね、7プラス2回を、5セット引こうと思います。5の倍数が、3の倍数が SSR2 枚以上確定で、5の倍数のセットが、ピックアップ SSR1 枚以上確定なんで、まあ、かなりチャンスで、ピックアップ SSR が、これ、超降臨限定プラス、しげちと、まあ、これも多分、あれですよね、超降臨限定じゃないですよね。ジョースケと光一。これ、ちょっと忘れましたけど。はい、なんでまあ、とりあえず5セット引きます。はい、じゃあ引きます。持ってる超降臨限定が、赤属性の川尻耕作、前回のやつですね。と、丈太郎と光一の、コンビメダル。コンビの超降臨限定。と、あと、そんだけかな？うん、そんだけですね。なんで他のやつが欲しい。ロハンと光一のね、緑属性のやつも、アビリティ強いんでね、欲しいです。まあ、持ってない超公認限定ならいいかな。はい。あとはもう1年ぐらい行ってるんですけど、起きた。おー！山岸優香子。リーダースキル、白と黒属性の HP プラス 25%、移動距離プラス 30%、重さをとてもアップ。コマンドスキル、スキル使用後に致死ダメージを受けても一度だけ HP1 で踏みとどまり、アタックプラス 500% アップする。重ね書き可能。さらに自身を中心とした範囲内、円形中型の敵に 1000% ダメージ。消費ゲージに。アビリティがラウンド中一度だけ HP30% 以下になると、HP が全回復し、2ターンの間、50% ダメージカットする。なるほど。使うかな使わないかな。あれですね、ホルホース&J ガイルが欲しい。もう1年以上いってますね、これ。ロハンだけど。ちょっと超降臨以外引いてないんで、ちょっとわかんないですね。新しい SSR。リーダースキル、緑とストンド使いの HP プラス 40%、アタックプラス 10%、スマッシュ範囲プラス 15%。コマンドスキル、発動時、敵全体に行動キャンセル、1回付与。味方全体に1手行動まで、アタックプラス 250%、2ターン目開始時、1ターンの間、敵全体に、アタック 40% ダウン&味方全体にアタック 250% プラス3ターン目開始時にスキルゲージ 25% 増加。なるほど。ダメージを与えないのか。アビリティ自身の行動終了時に 30% の確率で強制的に、次ターンになる。これあれか。ディオと同じですね、これ。30% だったっけ？ディオ、まあ、忘れましたけど。ディオもそんな感じですよね。来た！これあれだ。超降臨限定だよね、これ。そう。来たー。ラウンド開始時に敵行動カウントプラス1、スキルゲージ 3.5 増加っていうね。すごいね、これ。先導パワーいらないですね。で、コマンドスキル、味方全体をアタックプラス 200% し、200% 移動。移動中メダル貫通&吹き飛ばし、カウンター無効、アイテムスルー、3度までタップで範囲内の敵へ 500% かける5連ダメージ、&味方の HP25% 回復、敵同士の接触で 300% ダメージ。ああ、強いな。フレンドでもいますけど、使ったことなかったですね。消費ゲージ 3.5。アビリティ自身の行動中に10回まで接触した味方に、スマッシュを発動させる。おお。へえ。これ、シゲチにぶつかったら、あれ、やるんですかね。ブワーって。いいな。まあ、とりあえず、オッケー、オッケー、オッケー。よし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 。まあ、ちょっと安心ですよね。名前が読めない。宮本なんちゃら。あれですね、あの紙の、あの、癖で、ああするやつですね。はい。よしよしよし。まあ十分でしょう、1回目は。はい、じゃあ2セット目。これで、3体目ですね、超降臨限定は。白、赤、青。あと緑と黒が欲しいですね。緑は全然、まあ数種を使ってないんで、他のやつはないですけど、あんまり。欲しいな。うん、やっぱ、露伴と光一が欲しいですね。いやー、でもよかった。とりあえず当たって。やっぱ、新しいキャラ多いですよね。4部のキャラ。率が高いですよね。お、来たね。おー。これピックアップのやつですよね。これ新しいのかな。リーダースキル。赤と白と青のアタックプラス 20%。移動距離プラス 35%。スマッシュ範囲プラス 35%。コマンドスキル。範囲内円形中型の敵に 500%×10 連ダメージを与え、消費ゲージ分の、スキルゲージが回復。さらに周囲へ 300% ダメージを与えながら300プラス 300% 追加移動。停止時に近い手を2手の間貼り付け。もう結構いいんじゃないですか、これ。消費ゲージ3。で、使ったら回復っすよね。いいんじゃないですか。アビリティ、5回までスキルゲージを1消費してスマッシュが追加発動可能。さらにスマッシュの威力が発動のたびにプラス 50% されていく。なるほど。うん。いいんじゃないですか。まだあれですね、川尻工作、全然育ててないですね。最近あんま遊んでないな。お！ああ、持ってるな。最近あんまり、1日1回は遊んでるんですけど、そんながっつり遊んでないっすね。週1ぐらいで、全部、スタミナ消費して、あとは1日1回って感じっすね。ちょっとね、目が疲れるんでね。はい、2回目はこんな感じ。はい、ちょっと、ボックスいっぱいだったんで、で、拡張も500だったんで、マックスだったんで、ちょっとできなかったんで、ちょっと減らしましたね。ちょっと、ジョウスケを、レベル上げしましたね。あれですね、チケットで、黒の SSR のカエルがめっちゃ出てくるんで、あいつらがね、圧迫しましたね。これは、この超降臨で当てろってことですね。新、黒の、キラヨシカゲを。で、強くしろってことですね。なんで当てないと。当ててカエル消費しないとね。もうかなりいっぱいなんで。ファストゲット。シーザー。結構前かな、これ。降臨限定ですよね。リアスキル、青と波紋使いのアタックプラス 35%、移動距離プラス 30%、HP プラス 10%、コマンドスキル自身が絶命し、画面から去り、味方一体に効果付与。リターンスキルゲージ、消費ゼロ、アタックプラス 1000%、移動距離プラス 300%、スマッシュ範囲プラス 50%、カウンター無効。ですが、消費ゲージ、マックス5。アビリティ自身が絶命し、画面から去るときに発動。味方ユニット全体のアタックプラス 300%。移動距離プラス 150%。まあ、とりあえず持ってなかったんで。2枚以上確定ですよね、これ。ってことは、OK です。初ゲットか。リーダースキル、アウトスタンド使いのアタック。プラス 30%、HP プラス 25%、スマッシュ範囲プラス 15%、コマンドスキル範囲内円形小型に残 HP10% から 55% のランダムダメージ、周囲の敵を引き寄せ、アタック 25% ダウン、移動距離 25% ダウンを2ターン付与、1200% ダメージ、さらに追加移動破壊したアイテムの周囲に 300% ダメージ。消費ゲージ3。なるほど。自身の HP が 50% 未満から 50% 以上に回復したとき、味方全体のアタック 200% アップ、移動距離プラス 80% アップする5回まで重ね書き可能。長いんでね、ちょっと。まあ、いいのか悪いのか、よくわかんないですけど。来た。来た。やった。来たー。いや、調子いいな。これそうですよね。そう。はい、来た。リーダースキル、ラウンド開始時に味方ユニットが3体以上の場合、スキルゲージがマックスになる。コマンドスキル、範囲内円形大型の敵に一旦弱点付与し、敵味方を移動距離、150% で吹き飛ばして、敵味方の接触時に、敵に 250% ダメージ。さらに、アタックプラス 200% スマッシュ範囲プラス 20% スマッシュ回数プラス1で、150% 追加移動。消費ゲージ 3.5。このアビリティをつけたユニットがスタンバイにいると、味方全体がスマッシュ回数プラス1、スキルゲージ増加量2倍となる。さらに登場時、味方全体の HP50% 回復&リターンの間、ダメージカット 50% 付与。スキルゲージが 25% 増加する。来た。来ましたね。あとは黒だけですね。すごいな。はい。いや、調子いい。これはぜひとも、5セット目には欲しいですね。キラヨシカゲ。いやー、かなり調子いい。マジで危ね。危ねー。次4セット目。1ヶ月ちょいぶりっすかね。前回が月末だったんで、10月の終わりか。結構溜まりましたね。あんま遊んでないんで、新しい開口とかやってないですけど。あとは黒だけ。あれ、黒だけかな ?2 種類あんの。超降臨。とりあえず全種類、全属性あって、で、一番最初はキラヨシカゲだったんで、違うわ。違う。一番最初は、丈太郎と小一か。いや、やばい。来ましたね。来た。超降臨限定。最後いっちゃうか。新キラヨシカゲ。リーダースキル増援に来た敵のカウントプラス1&スタンド使いのアタックプラス 70%。コマンドスキル敵を1体選択。選択後、敵行動中にタップすると、選択した敵を中心に円形大範囲へ 1000%×10 連ダメージ。カウントプラス2。アイテム破壊。選択中は2手経過は爆破解除まで全味方が接触攻撃 99% 回避。消費ゲージ3。いや、来たなぁ。敵に接触すると行動カウントが減少するようになるが、アタックプラス 100% 移動距離プラス 100% アップし、接触した敵の範囲、円形小型のコマンドスキル、待機状態を解除、爆破 300% ダメージを与える。きたー。これ、あれじゃないですか。もうピックアップの SSR 持ってないの。ほんと今回のキラヨシカゲだけですね。これは引かないとな。マジか。これ神引きでしょ。超降臨引くのも難しいですよね。しかも被ってないんで。マジか。来た。はい、まあ、これは紹介したんで。リーダースキルだけ。ラウンド開始時に敵行動カウント。プラス1&スタンド使いの HP プラス 70%。あ、消費ゲージ全部なんだ。全部使うんですね。バイタラスト。きた。全種類、揃っちゃったよ。超降臨。これはほんと神引きでしょ。相当ガチの引き悪いですからね。ジョジョ SS だけじゃなくて。一番最初に引いたのが、超降臨がジョータロ&光一で被ったんですけど、そっから被りなしですね。うわー、まあでも、まあ、いっか。超降臨は被ってもいいですよね。なんで、まあ、ラスト引きます。来ましたね。はい。もう全部持ってますね、ピックアップ。何が出るか。何が来たら嬉しいかな。まあ、やっぱ超降臨のキャラがいいですかね。重なるなら。まあ、多分最後ですよね。最後が、ピックアップ SSR の確定枠ですよね、多分。シゲッチーも被ってますし、何回か。まあ、ジョータロ&コイチもまあ、多分育てないと思うんで、超降臨のキャラ育てるので、いっぱいだと思うんで。いやー。まさか、5セット引く前に揃うとは思いませんでしたね。もしかして揃うかもしんないと思ってましたけど。数章全然ないけどな。わお、これラストかな。これ9回目あ、9回目か。おー。まあ、超降臨キャラなんで、いいでしょう。来たな、これ。こんな引きそうそうないですよね。一人年一ぐらいですよね、この引きは。被りなしの、超降臨。何体ゲットした ?4 体かな今日。はい、という結果でした。はい。あれですね。超降臨キャラ、制覇しました。全種類。きた、まあ、ジョースケだけです。まあ、いっぱいだったね。もう、まあ、今もいっぱいですね。来たぜ。来たぜ、これ。もう、当分引かなくてもいいっていうぐらいの引き使っちゃいましたね。ちょっと、1点狙いは相当きついと思うんで、すけど、まあ、1ヶ月あればまた5セット分引けるぐらいは溜まると思いますけど、いやー、ちょっとモチベーション上がるな、これ。うん。というか、もう主力、キャラ全然使ってないですね。強いキャラ。こればっかっすね。これでサクッと、一日一回遊んで終わりみたいな感じですね。今日は久々にがっつり遊んだんですけど、うん、まあ、こんな感じですね。よく使ってんの。で、数章が、ナイフと、後輪の赤のディオに使ってて、あんまないんですよね。まあ、どうせならマックスにしようと思って、もう10とか9なんで全部。で、白はシゲチーに使ってます。で、まあ、これからは、超降臨使おうかな。うん。っていう感じでした。はい。いや、これは完璧でしょう。と言っていいでしょう。はい。というわけでまた、まあ、溜まれば、また、まあ、いつ開催になるかわかんないですけど、月末なのか、まあ、その次の、また、ちょうど1ヶ月後の月頭なのかわかんないですけど、お正月来るかなですけど、まあ、また7+2の5セット引けるようにね、溜まってたら引こうと思います。ご視聴ありがとうございました。